皆さん、こんにちは。マリサだぜ。レイムです。この動画には、ネタバレ要素もあるので見る際には注意してほしいんだぜ。これは大事なことね。今回の動画はウルトラマンたちの敗北のパート7なんだぜ。ここまで続くってことは、やっぱりみんなウルトラマンたちがどんな感じでやられちゃうのか結構気になるのね。そうだな。それほどまでに強い敵も気になるしな。そうね。早く紹介してほしいわ。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。最初に紹介するのはコダラーだ。ウルトラマングレート第12はその名は滅び、第13はとはなる勇者に登場する。深海に閉ざされし者の2つ名を持つ怪獣だぜ。めちゃくちゃかっこいい2つ名ね。確かにな。こいつは深海底で長い眠りについていたんだが、人間の環境破壊が原因で復活したんだ。さらに呼吸を阻害する毒を持つもによって、オーストラリア近海を死の海に変えてしまったんだぜ。人間をはるかに超える環境破壊能力を秘めていそうね。それで、どんな特徴があるのかしら？海生哺乳類と爬虫類のような姿で、背中の甲羅を水上に出して猛スピードで海を渡ることができるんだ。だが、海での戦いは得意だが陸上では動きが非常に鈍いという弱点があるんだぜ。それなら陸に引きずり出せば勝てるんじゃない？そう思うだろ？しかし、弱点を補ってあまりある、とてつもない怪力の持ち主なんだぜ。なんと、パンチの一撃ですらグレートをひるませるんだ。すごい力ね。なら遠くから光線を打つのはどう？残念ながら、光線や実弾を含めたあらゆる攻撃を吸収し、そのエネルギーを2倍に増幅して打ち返すことができるんだぜ。遠距離にも強いってことね。それで、劇中ではどんな活躍をしたの？グレートとの初戦では、打撃攻撃にもひるまず、グレートのスタービームを跳ね返し、それを跳ね返したマグナムシュートをさらに跳ね返して撃退してしまうんだぜ。跳ね返しまくったら威力がとんでもないことになってそうね。その後、宇宙から飛来したシラリーと合流して、再びグレートと戦うんだぜ。2対1でグレートを苦しめるが、最後はユーマがタルサー砲に装備した古代のディスクに自らの光線を2度跳ね返されて爆発してしまったんだぜ。強すぎる自分の力にやられたのね。すごい強敵だったわ。ほんとだよな。そして、今回はコダラーの擬人化した姿についても紹介していくぜ。待ってました。どんな感じの見た目なのかしら。海外組では初めてラインナップ入りを果たしたコダラーはこうなるんだぜ。スマートな見た目をしているわね。そうだな。だが、下半身は地上形態を彷彿とさせるダボっとしたズボンのようなものを身につけているんだぜ。太鼓腹はなくなったけど、割とどっしりした印象を受けるわね。次に紹介するのはパワードドラコだ。ウルトラマンパワード第12は、パワード暗殺計画に登場する、バルタン星人によって地球に送り込まれた怪獣だぜ。見た目からして結構強そうね。どんな特徴があるの？初代と同様に巨大な翼を持っていて、空中や宇宙空間を高速で飛行できるんだぜ。さらに、光線技を弾く体は、ストライクビートルのミサイルは愚か、パワードのメガスペシウム光線すら全く通用しないんだ。恐ろしく強靭な体ね。武器も持っているのかしら？武器は、袋状の両腕から無数に取り出される鎌で、この鎌は投擲武器としても使用できるんだぜ。パワードレッドキングと交戦した時には、喉笛を切断して瞬殺してしまうほどの強さを持っているんだ。喉を狙うっていうのが的確で恐ろしいわね。パワードとの戦いはどうだったの？パワードとの戦いでも攻撃を全く受け付けずに圧倒し、メガスペシウム光線も防ぎ一度はパワードを撤退させるんだぜ。その後、同じ箇所にミサイルを当て続け手外骨格をもろくし、スティンガーミサイルでとどめを刺すという作戦が取られるも、あと一歩のところでストライクビートルが撃墜されてしまうんだ。作戦は良かったけど、相手が強すぎたわね。そうなんだぜ。さらに、パワードと再度戦った時も再び圧倒し、パワードの胸部を鎌で切り裂いて追い詰めるんだ。しかし最後は、ミサイル攻撃で弱った箇所に長時間メガスペシウム光線を当てられ倒されたんだぜ。ミサイルの作戦がなければ勝てなかったわね。凄まじい相手だわ。次に紹介するのはパワードゼットンだ。ウルトラマンパワード第12はパワード暗殺計画、第13はさらばウルトラマンに登場する。パワードドラコとパワードの戦闘データを元に調整されたゼットンだぜ。あんなに強かったドラコは前座だったっていうの？そうだな。パワードゼットンには光線吸収、反射能力が付与されているんだ。さらに体も硬く、宇宙空間から隕石のように真っ逆さまに落下してもびくともしないどころか、パワードの打撃もまるで通じないんだぜ。防御面は完璧じゃない。攻撃面はどうなの？火炎弾や電撃球など、攻撃面も完璧なんだぜ。やばいわね。どうにかして隙を見つけないと。いや、こいつの強いところはまだあるんだぜ。パワードゼットンの最大の特徴は、蓄積されたデータを活かして、パワードの動きを全て先読みできることなんだ。先読み、そんなこともできるの？ああ。これによってゼットン側は一切攻め込まず、ひたすらパワードのエネルギーが尽きるのを待つという戦法を取ったんだぜ。消極的だけど隙もないし、限られた時間でしか戦えないウルトラ戦士にとっては最も苦手な戦法と言えるでしょうね。劇中では、光線吸収と反射能力、そして動きまで含めた完璧な防御能力でパワードを限界まで消耗させるが、背面まで吸収能力がないことをパワードに見抜かれたんだ。そんな弱点があったのね。それでどうなったの？一発目は正面から吸収したものの、二発目はゼットンの背後にあるウィナー本部に発射され、そこに反射した光線が背中に向かい、それを振り向いて吸収したところを、さらけ出した背面に3発目のメガスペシウム光線が直撃し、敗北したんだぜ。三段構えの連射をされてしまったのね。途中までは対応できていたし、強かったわね。そうだな。ただし、敗れはしたものの、消耗しきった状態でメガスペシウム光線を連射したパワードはカラータイマーが白くなって倒れてしまうんだ。ってことは実質相打ちみたいなものね。ああ、擬人化についても紹介してくぜ。パワードを苦しめたパワードゼットンの擬人化がこれだ。初代と比べると左右に大きく翼を広げたフォルムで、悪魔や魔王のような印象を受けるデザインだな。巨大な頭部もヘルメットをつけていることでうまく表現されているわね。確かにな。ちなみに弱点が背中であるためなのか、絶対に背後を取らせないらしいぜ。どこぞのスナイパーみたいでかっこいいわね。次に紹介するのはウルトラマンシャドウだ。ウルトラマンゼアス2に登場した、レジベン全星人が製造した、対ウルトラマンゼアス用戦闘ロボットだぜ。ゼアスと酷似している部分が多いわね。そうだな。こいつはゼアスとは違って本物のウルトラマンではないから、ウルトラマンの弱点である地球上では3分しか活動できないという時間制限もないんだぜ。めちゃくちゃずるいじゃない。劇中ではどんな活躍をしたの？最初の戦いでは、両手にシャドウメリケンを出現させ、敵の顔面にパンチを繰り出すシャドウメリケンパンチでゼアスの片目を傷つけ、さらにシャドウの必殺光線であるシャドリウム光線でゼアスに勝利してしまうんだぜ。目を傷つけられて恐怖心が生まれたようね。負けたことでトラウマも植え付けられたようね。だが、二度目の戦いでは、狩猟したゼアスのウルトラかかと落としでダメージを受け、ゼアスが新たに習得したクロススペシュッシュラ光線に敗れたんだぜ。努力からの勝利、王道で熱い展開ね。次に紹介するのはガタノゾワだ。ウルトラマンティガ第51は暗黒の支配者、第52は輝ける者たちへに登場する怪獣で、超古代都市ルルイエに現れた闇の邪神にして、3000万年前の超古代文明を滅ぼした元凶らしいな。スプルフモチーフね。めちゃくちゃ怖い見た目だわ。そうだな。こいつは口から吐く電流と闇、そしてパワータイプのデラシウム交流をも寄せ付けない頑丈な表皮を持っているんだぜ。高火力の技でも効かないなんて恐ろしいわね。さらに闇の力シャドウミストは通常攻撃や物理的な力では止められず、飲み込んだ人間を一瞬で即死させ、ティガの皮膚にすら傷を負わせるんだぜ。何よそのチート技。勝てないじゃない。ああ。ティガと戦った時も攻撃を全く寄せ付けず、ティガのエネルギーが完全に尽きかけたところでハサミと触手によってティガの動きを封じ、紫色の光線でカラータイマーを打ち抜き、石像化させて海中に沈めたんだぜ。ボコボコじゃない。ちびっこからしたらトラウマものね。だが、最後まで希望を捨てなかった世界中の子供たちの光でグリッターティガとして復活し、グリッターボンバーやグリッターバニッシュでダメージを受けて吹き飛ばされ、流れるように放たれたグリッターゼペリオン光線で大ダメージを受けたとこに、最後はタイマーフラッシュスペシャルで消滅したんだぜ。復活からフルボッコにされてしまったのね。ちなみに擬人化はこれだ。幼い少女のような姿になっていて、邪神としての面影は全くないな。すく水なのもなんででしょうね。多分、水中から出現したからじゃないか？アンモナイトのような貝殻からは、蛇の頭が顔を覗かせているな。石化させる動物といったら蛇って感じだものね。続いて紹介するのはデモンゾワだ。劇場版ウルトラマンティガ、ザ・ファイナル・オデッセイに登場する、ガタノゾワの怨念が闇の巨人カミーラと融合した姿だぜ。やられても怨念が残ってるなんてしぶといやつね。確かにな。氷の槍を口から放つデモンジャバー、それを凝縮して打つジャブラッシュ、無数の触手を武器としていて、その力にはウルトラマンティガのゼペリオン光線も全く通用せずに、完膚なきまでに倒してしまったんだぜ。強すぎない？でも、グリッターティガなら勝てるんじゃないかしら。なんと、その後復活したグリッターティガをも触手で捕獲し、体内に取り込んでしまったんだぜ。地球が滅びちゃうじゃない。頑張ってティガ。グリッターティガは取り込まれてしまったが、体内から捨て身のゼラデスビームを発射することで、デモンゾーアは倒されたんだぜ。間一髪だったわね。本当に終わりかと思ったわ。最後に紹介するのはレイキュバスだ。ウルトラマン第7第25話クラーコフ浮上せず、前編、26話クラーコフ浮上せず、後編に登場する、エビとカニを合成したような見た目で、左右非対称のハサミが特徴的な怪獣だな。なかなか強そうな見た目ね。どんな能力があるのかしら？高熱と冷気の両方の特性を持っていて、火球と冷却ガスを使い分けるんだ。しかも火球は凄まじい射程を持ち、ガスはダイナを一瞬で氷漬けにするほど強力なんだぜ。相反する2つの技を使えるってことね。そうだな。防御力も折り紙付きで、ガッツイーグルの爆撃は愚かダイナの攻撃すら寄せ付けないんだぜ。ふむふむ。劇中ではどんな戦いをしたの？ダイナとの戦いでは奇襲し、格闘戦の末に冷却ガスでダイナを氷漬けにして戦闘不能にしてしまうんだぜ。普通に強いわね。誰か援軍はいないの？この危機的状況にスーパーガッツのイーグルベータが駆けつけてくれたんだぜ。そして、こいつを撃墜しようと吐いた火炎弾が外れ、凍結したダイナに誤爆したことで氷が溶け、復活を許してしまうんだ。よし、ここからリベンジマッチよ。2度目の対決では、ダイナから猛反撃を受けるも、すでにダイナのエネルギーが底をついていたため優位に立ち、再び氷漬けにしようとするんだぜ。さすがに2回目は溶かす隙がなさそうね。だが、ダイナは間一髪で宇宙へ飛び、人工太陽試験機 NSP カンパネラからエネルギーを受け取って回復するんだぜ。そして最後はレボリウムウェーブで発生したブラックホールに飲み込まれて消滅したんだ。火球が誤爆しなかったら危ないところだったわね。ちなみに、今回は擬人化はあるの？あるぜ。気になる擬人化はこれだ。顔を模した被り物やハサミなど、基本パーツは抑えられているな。なんで幼い少女なのかしらね。ハサミにもリボンがついてるし、それはわからないが、テンションが高いと体の色が明るく、目も赤くなり、逆にテンションが低いと体の色がくすんで目も青くなってしまうらしいぜ。気分がわかりやすくて可愛いわね。まだまだウルトラマンが敗北する話はあるんだが、今回はここまでにしておくんだぜ。真っ向から勝利しているのが多くて驚いたわ。ウルトラ戦士も大変ね。だろ？印象的な戦いについては、また今度解説するんだぜ。それは楽しみね。他にもウルトラマンについて色々と解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。